こちらが工事が完了した支援者向けの仮設ホテル、もう間もなく利用できるようになります。県が能登里山空港の敷地内に整備したのはカプセルタイプのほか、一人部屋や4人部屋の宿泊施設合わせて41室です。県では能登に入る応援職員の宿泊場所を確保するため整備を進めていて、一部の工事が完了することから今月31日から運用を開始します。また空港に隣接する日本航空学園の寮が学生の県外避難により空室になっていることから、225室を今月30日から中長期的な支援者の宿泊先として活用するということです。支援者の方々に安心してお住まいを確保して、復旧復興の仕事に臨んでいただくことになります。県では今後6月末までに200室を追加することにしています。そして長谷知事は今日4年間の任期の折り返しを迎えましたが、まずこの災害対応、関係省庁の皆さんが一生懸命仕事をしていただいております。そういう中で私は任期云々ではなくてですね、毎日被災地、被災者、被災事業者のために一生懸命働きたいと思います。これまでも2年後の再選出馬については明言している長谷知事ですが、今は何よりも災害対応を優先する姿勢を見せました。金沢中警察署は昨日夕方、暴れ始めていた男性を保護しようとしていたところ、男性が急に意識を失い、その後死亡したと発表しました。警察によりますと、亡くなったのは金沢市在住の30代の男性。家族から相談を受けて警察官が自宅に行ったところ、男性が暴れ続けたため手錠をかけるなどしてうつ伏せにしました。しかしその対応中、男性が急にぐったりして意識を失い、およそ1時間半後に搬送先の病院で死亡が確認されました。警察では司法解剖を行い、死因の特定を進めるとともに対応について問題がなかったか調べています。長谷知事のもとを訪れたのは、地域医療への貢献を志す金沢大学医学類特別枠と自治医科大学医学部に合格した11人です。その中には元日の地震で大きな被害を受けた珠洲市や七尾市出身の学生の姿もありました。将来は石川県の地域医療を担う医師として精一杯貢献することを誓います。金沢大学の特別枠は県が就学資金を貸与し、卒業後の9年間指定された公立病院などで勤務すると返済が免除される制度です。長谷知事は目標が達成できるよう引き続き応援していきますと激励の言葉を送りました。珠洲で育ててもらった自分が医師になってふるさとで恩返ししたいという気持ちは強くなりました。自分が医師となって能登地区の地域医療に従事することで、少しでもそんな不安になっている人を元気づけられるというか、支えられるような医師になりたいと思ったのが志望動機です。志賀原発の構内では元日に発生した能登半島地震で震度5強の揺れを観測。使用済み燃料プールの水が飛散したほか、変圧器の故障による油漏れなどが確認されましたが、外部への放射能の影響はなく、安全の確保に問題はなかったということです。今日開かれた協議会では、北陸電力側がそうした被害の状況や当時の対応などを報告しました。また、県が設置している放射線の観測局の一部でデータが転送されないトラブルが発生していて、県側は国と連携して改善に取り組むと報告しました。発電所の中はしっかりと安全が保たれていたということをご説明し、あそこはご理解いただけたと思っているんですが、原子力災害が発生してしまった場合に、周りの方々がどのように、屋内退避をされたり、避難をされるかについては、ここは実効性のあるものにしていかなければならない。
今回の能登半島地震では原発周辺の道路が寸断されるなどしたため避難や退避も課題に。北陸電力によりますと、対策の指針の運用については原子力規制委員会が今後検討を進めるとしています。メイブリックマンと申します。今日はよろしくお願いします。今日、輪島市で開かれた復興支援コンサート。歌うのは高校生バンドとして一昨年日本一に輝いたメイブリックマムです。白山市を拠点に活動を続けています。より多くの人に被災地の現状を伝えるとともに被災した人たちにエールを送ろうと開催を決めました。能登の皆さんに届けるために作った曲もあるので、やっぱりその曲をまずは皆さんに聴いてもらえることと、やっぱり普段 その僕らの楽しい、みんなが楽しく踊れるような音楽を皆さんに届けたいなと思います。今回初めて披露された曲、夜明けの足跡、能登への思いを乗せています。能登の人たちの優しさを表したこの言葉を込めました。能登を思って作ってくれた曲を聴いて、なんていうんですかね、その被災したわけでもない、当事者でもないのに、こんなに能登のことを思って言ってくれることがすごく胸に刺さったので、とても温かい気持ちになりました。一体感を感じられたのがすごい、僕も涙がすごい出てきたんですけど、自分でも盛り上がりながら感動もしながらっていう、すごいさまざまな感情がありました。コンサートに参加したのは輪島の人たちおよそ30人。一緒に新しい曲作りも行いました。タイトルは未来です。今回のこの時間を通して、少しでも僕らの音楽で皆さんの心の支えになったらなと思ってます。今日は本当にありがとうございました。入場。今月12日、珠洲市立緑ヶ丘中学校の40人が門出の日を迎えました。ゆうやより、はい、卒業生のゆうやひよりさん、卒業までの2ヶ月余りは非日常の連続でした。元日の能登半島地震で珠洲市では103人が亡くなり、住宅およそ5000棟が全半壊、ほぼ全域で断水も発生し、中学校は避難所に。3学期中はまず移っていただいて避難をして学習環境を整えると、このことをまずお願いしたいと思いますし、希望者を対象に中学生の集団避難が決まったのです。1月21日、100キロ以上離れた金沢市に集団避難する中学生たちが集まっていました。その場に優也日和さんもいました。ちょっと、はい、緊張しますね。ゆうやさんの自宅は地震で被災し、親戚の家に家族5人で避難しています。受験を控える中、いとこの輪島杏樹さんとともに集団避難を選びました。勉強とか、はい、いろいろと頑張ってきます。でも本当に
元気に頑張ってもらえばほんでそれが一番かなと思います。ね、道中も心配ですけどね避難先の金沢市へ出発。およそ2ヶ月間の家族との別れです。それからおよそ1ヶ月。やっぱりね、日和の分の、ね、洗濯物がないと考えるとね、ちょっと軽いですよね、洗濯物がね、うん、母親の京子さんは2月から珠洲市内で就労支援の仕事に復帰。父親の一馬さんは同じく市内で上下水道関連などの仕事を続けています。そして勉強のため集団避難した日和さんは、最初はちょっとこういったスタンプばっかり、泣いてるスタンプばっかり送られてきましたね。地震がなければ離れることがなかった親子。当初は何度も帰りたいと口にしていましたが、徐々に環境にも慣れたそうです。なんか友達とメイクをしてもらったり、そんな感じで楽しくやってる様子送ってきてくれますね。安堵する一方で、でもあの子がいないとやっぱり寂しいなと思いますね。なんか家族の中心的な子だったのかなとかって思いますよね。高校入試まで1週間余りとなった2月24日。じゃあこれじゃない？これだろ。受験を前に元気づけようと、連休に合わせて家族が日和さんに会いに来ました。家族じゃない人たちのが多い中で生活してるので、めっちゃ気張ったりもしますね。やってみたら楽しいし落ち着くよなと思って。そんな日和さん、高校の志望校には地元の飯田高校を選びました。しかし元日の地震で日和さんの自宅も大きく損傷し、被害の判定は大規模半壊。さらに家の近くでは液状化のような現象も。家にやっぱり愛着ありますからね。本当はずっと住み続けたいんですけど、ちょっとさすがに直すのも無理かなって。慣れ親しんだ自宅は取り壊し、仮設住宅への入居を申し込んでいますが、いつ入居できるのか見通しは立っていません。同級生には地震を機に地元を離れる子もいると言いますが、金沢の高校でも、まあ、私の学力で入れそうなところもあったんですけど、なんかそのもしその高校に通うとして、その生活とかはどうするのかなとか、そういうのも考えた上でちょっと厳しいなって感じになって。両親が珠洲で仕事をしていることもあり、地元に残ることを決めました。ひーちゃん体調どうや？え、めっちゃ元気になった。めっちゃ元気になった。咳も治った。治ったね。よかったよかった。まあ大丈夫やから、いつも通りね、いつも通りの気持ちで試験受ければ大丈夫やよ。今月10日、高校入試を終え、日和さんたちがおよそ2ヶ月ぶりに珠洲に戻ってきました。おかえり、ひーちゃん。あとは荷物こんだけ？いや、まだある。もっとある。いとこの和島安寿さんと共に、家族で避難している親戚の家に戻った日和さん。久しぶりに
家族や親戚に囲まれた賑やかな食卓です。なんかこの辺が賑やかなの久しぶりやね、うん、ぎゅうぎゅうやね水もまだね通ってないですし、あのこの子たちにしてみれば不便な生活に逆戻りになってしまうんですけど、家族みんなで力合わせて、うん、暮らしていけるんじゃないかなって思います。忍耐力が余ったっていうか辛い状況でもなんか耐え抜く術を見つけたっていうか、人間的にも成長できたのかなってちょっと、はい、考えていてよかったなって思いました。そして迎えた卒業の日。卒業証書、ゆうやひより、平成20年10月22日まで第9984おめでとう。緑ヶ丘中学では卒業生40人が旅立ちの日を迎えました。3学期は全員で学校生活を送ることはできませんでした。それでも揃って卒業することができました。今日のような感じでもう胸張ってこれからも、堂々とたくましく強く生きていってほしいですね。地震があってから本当に当たり前じゃない生活の中で本当に無事にここまで、ね、あの頑張って生活してきて、で受験も乗り越えて、本当に頑張ってこの日を迎えてくれて、本当にあの子たちにありがとうって思いました。悲しんでても多分あんまり意味ないっていうか、まあ、今の現状を受け止めてちゃんと自分なりに考えて、なんか先のことを、なんか先のために自分にできることをするしかないなと思って。志望校である地元の飯田高校にも無事合格した日和さん。地震で大きな被害を受けた地元でこれからも歩んでいきます。長谷知事のもとを訪れたのは地域医療への貢献を志す金沢大学医学類特別枠と自治医科大学医学部に合格した11人です。その中には元日の地震で大きな被害を受けた珠洲市や七尾市出身の学生の姿もありました。将来は石川県の地域医療を担う医師として精一杯貢献することを誓います。金沢大学の特別枠は県が就学資金を貸与し、卒業後の9年間指定された公立病院などで勤務すると返済が免除される制度です。長谷知事は目標が達成できるよう引き続き応援していきますと激励の言葉を送りました。こちらが工事が完了した支援者向けの仮設ホテル、もう間もなく利用できるようになります。県が能登里山空港の敷地内に整備したのはカプセルタイプのほか1人部屋や4人部屋の仮設宿泊所合わせて41室です。県では能登に入る応援職員の宿泊場所を確保するため宿泊拠点の整備を進めており、一部の工事が完了することから今月31日から運用開始することになりました。また空港に隣接する航空石川の学生寮が学生の県外避難により空室になっていることから225室を今月30日から中長期的な支援者の宿泊先として活用するということです。支援者の方々に安心してお住まいを確保して復旧復興の仕事に臨んでいただくことになります。県では今後6月末までに200室を追加することにしています。ここのガラスが割れてクロスに亀裂が入って、ここの額もガラス割れて落ちて、
これね、絵でちょっと隠してんけど、亀裂やわね。これが平成19年で、これ令和6年なんですよ。令和6年のが大きいんですね。妻と二人三脚で接骨院を営んできた大森さん。地震による被害の大きさに、被災直後は再開を諦めたこともあったと話します。ああ、もうできんがかなと思ったね。人も出てくしね。自営の人は私の仕事に限らず大変だと思います。再開を諦めかけていたにもかかわらず再出発を決意した理由は、地元能登への思いからでした。自分は能登で生まれ育って、やっぱ能登が好きだし、大変でも能登のみんなと一緒に立ち上がりたいなという思いでこちら戻ってまた開きました。幸い施術に使う道具は無事だったため、被災から2ヶ月半ようやく再開することになりました。こんにちは。早速再会を待ちわびていたという女性がやってきました。毎日毎日欠かさんときまして、10年ほど通っているというこちらの女性は、大森さんとの会話も楽しみの一つだといいます。昨日こっち大丈夫だったね、左の腰。今日大丈夫だった？いや、右痛いです。今日右痛い？最初入ってきた時よりも、先生がさっき飲んでくれはったでしょ、はい、ちょっと今は楽ですよ。再開するって電話入った時どう思いました？やったーと、子供でないけどやったーと思った。待つ甲斐があった。あ、癒しの先生みたいなもんや。休業を経て再出発を果たした大森さんが見据える未来とは。本当にね、この仕事ができる喜びっていうのをやっぱり実感しましたね。こうやってまた仕事ができる日が来るなんて、まあ本当にありがたいことだなというふうに思っています。100歳までは頑張りたいなという思いますね。